皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。フランクフルト、チャンピオンズリーググループ突破したね、おめでたい。いやー、ハラハラでしたね。昨日はグループ A からグループ B まで合計8試合が行われたんだけど、フランクフルトとスポルティングが所属するグループ D から振り返ろうかな。残り1試合を残して全てのチームに突破の可能性が残されたこのグループ。フランクフルトはアウェイでスポルティング。そうしてもう1試合はマルセイユがホームにとってナムを迎えて激突。前半を終えた時点ではホームのマルセイユ、スポルティング、両チームが1点を先制しリード。この時点での突破チームは、マルセイユとスポルティング。とにかくどっちの試合も勝てば文句なしで突破だったからね。4チームが勝ち点2差で収まってる団子状態で最終戦はやっぱ緊張感がすごい。前半には少し残念なこともあったんだ。ソン・フンミンがディフェンダーと競り合った際に接触。しばらく起き上がれず、最後は歩いてピッチを後にしたものの、肩が顔面に強打した様子はかなり痛そうだった。あら、激しい試合になるとはいえ、ワールドカップに影響も出ますかね？詳細はまだわからないけど、韓国の大黒柱だからね。フェイスガードとかで強行出場するかもしれないね。ともかくソン・フンミンの途中交代などアクシデントもあったトッテナムだけど後半9分に同点に追いつく。同点ならフランクフルトとスポルティングの結果がどうなろうとトッテナムが勝ち抜け。そう考えると大きな同点ゴールですね。後半はポルトガルにも大きな動きが。フランクフルトが PK を得て、蹴るのはここまで CL でゴールを連発しているかまだ。おお。PK というには少し微妙な判定なところもあってか、キッカーの鎌田にはレーザーでの嫌がらせも。こういうのは本当に良くないですよね。ただここからが鎌田らしい。レーザーを食らった後に不敵な笑みを浮かべて当然のようにゴール。本当鎌田ってこういうところがありますねわら。これで CL3 戦連発となった鎌田。ただフランクフルトは引き分けではダメ。勝ち点3を取らないと突破はできないという状態なわけですね。森田はベンチ外だったし、私としてはフランクフルトに勝ってほしいという気持ちで見ていたんだけど。競り合いからボールを受け取ったムアニが右サイドから抜け出して逆サイドに蹴り込んで勝ち越し。この時点で後半27分。まさにお祭り騒ぎ。試合展開としてはスポルティングがシュート3本、フランクフルトも4本とかなり激しい消耗戦だったけど。貴重なチャンスをフランクフルトが決め切った感じだね。このまま2-1で勝利。トッテナムもロスタイムに勝ち越しゴールを奪い、マルセイユを沈めて首位通過。グループ D は最後の最後までわからない展開だったから面白かったね。フランクフルトは初めての CL でグループ突破。これは快挙ではだね。5節、6節と連勝で勝ち点6を積んだのが本当に大きかった。そして後半3試合で全てゴールを決めた鎌田はフランクフルトのサポーターにも存在感を示したんじゃないかな？ですよね、立役者。海外の掲示板でフランクフルトサポーターの反応を見てみると、鎌田はいつだって鎌田だ。PK のレーザーポイントに対しての反応を見たか？ヨーロッパの舞台で一番頼りになる。いつだって冷静だし結果を出してくれる。鎌田がゴールを決めた時からマジでいけるかもと思ってた。夢みたいだよ。正直フランクフルトに来た当初はひ弱でベルギーへ行ったところで気にならなかった。ところがこれはどういうことだ。最高だ。契約が切れてしまうことだけが鎌田の欠点。絶対に引き止めるんだ。ビッグクラブにふさわしい存在だ。せめて CL でまだまだ夢を見させてくれ。ドイツ代表はカタールでこの男の対策をしなければならない。CL 初出場でグループ突破は快挙だし、土壇場で掴み取ったのは本当に嬉しいだろうね。ですよねー。よかった。ちなみにトッテナムが勝ち越したことでスポルティングは3位でフィニッシュ。ということは EL に？そうだね。森田が復帰した後もヨーロッパで戦うチャンスが残されている。こっちも期待したいところだね。復帰が待ち遠しいですね。では残りのグループ A から C までをざっくり振り返ろうと思うよ。ちなみにどのグループも突破のクラブは決まっていて、首位突破できるか、または3位争いが焦点かな。そうなっちゃうと少しつまらないですね。グループ A はその中でリバプールが意地を見せたよね。ここまで無敗だったナポリにホームで2対0と完勝。これで勝ち点では並ぶも、直接対決の得点数によってナポリが上回り、ナポリが首位通過。リバプールは2位での通過。決勝トーナメントの組み合わせにも影響があるからね。決して小さくはない。ベスト16でいきなりレアルとリバプールが当たる可能性もあるわけですね。だね。そのあたりも考えつつ結果を見ていくと最終節も楽しいと思うよ。グループ B も最終節で首位が逆転した。CL 前半、快進撃を見せていたブルージュは第5節で引き分けと少し息切れ。最終節もレバークーゼンを相手に引き分け。
それでも勝ち点11は立派ですね。もちろんそうなんだけど、ポルトがアトレティコ 2-1 で勝利したため、首位通過はポルト。ブルージュは2位通過となった感じだね。ちなみに3位には勝ち点で並んだものの直接対決で上回りレバークーゼンが3位。アトレティコは少し心配だね。3位と4位でもだいぶ違いますもんね。最後にグループ C、ここは完全に順位が決まっていて、まさに消化試合。バイエルンがインテルに2対0、バルセロナはプルゼに2-4-2と勝利。最終節前の順位の通り、バイエルンが首位通過。インテルは2位での通過。3位にはバルセロナ、って感じだね。バルセロナは EL で結果を出さないとチームの状況が騒がしくなりそうですね。シャビ監督もこのタイトルは是が非でも欲しいだろうしね。ラリーガの優勝も狙える位置だし最低でもどちらか、だね。昨日の試合はこれで全て終了ですね。グループ E からグループ H の最終節は見どころはどの辺になりますか？グループ E は2位をかけてミランとザルツブルグが直接対決だね。ホームのミランは引き分け以上で突破が決定。ザルツブルグが勝つしかない。チェルシーは勝っても負けても首位通過。ディナモザグレブは勝てば3位の目が出てくる感じだね。グループ F はレアルがセルティックと、セルティックは CL での勝利を目指したいね。前田はもちろんですけど、古橋や旗手にとっては今季最後の CL なわけですから、落選の残念な気持ちをぶつけてほしいです。相手は首位通過がかかったレアルだし、しかもアウェイ。簡単な相手じゃないけど爆発を期待したいよね。レアルは突破が決まっているけど、もう1チームはライプチヒ、もしくはシャフタールドネツク。現時点ではライプチヒが勝ち点9でシャフタールドネツクは勝ち点が6。ということは引き分け以上ならライプチヒがグループ突破ということですね。そうなんだけど、勝ち点で並んだ場合は直接対決でシャフタールドネツクが上回る。しかも最終節はホームだからね。最後までわからないんじゃないかな。ちなみにライプチヒが勝って、レアルが引き分け以下だった場合はレアルは2位通過。それはレアルも負けていられないですね。セルティックには厳しいシチュエーションになってしまったけど、頑張ってほしいよ。グループ G は突破する2チームはもう決まっている。マンチェスターシティとドルトムントですね。そう、しかも首位シティ、2位がドルトムントまで決まってて、3位セビージャ、4位コペンハーゲンまで確定している。消化試合だね。あら？ということで怪我人が出ないことを祈りつつ、コペンハーゲンの初勝利がなるかどうか、ぐらい。すでにハーランドの欠場も発表されてるし、シティにとっては控えのアピールの場かな。最後、グループ H も突破の2チームは決まっているんだけど、順位は結果次第。PSG とベンフィカは勝ち点で並んでるからどっちも勝利したい一戦だね。ユベントスは現在3位だけど勝ち点では最下位のマッカビハイファと並んで3。つまり最下位の可能性もあるってことですね。そういうこと。相手は PSG で、なおかつ首位通過を狙うなら本気で来る状況。ホームとはいえ、勝ち点をもぎ取るのは今の状況を考えると難しいし。マッカビハイファはホーム。勝つのは難しくても引き分けならあり得るからね。そうなるとユベントスは EL からも脱落してしまうわけですね。どうなるかは明日になったらはっきりする。強豪の意地を見せてほしいね。いよいよ CL のグループリーグも終わりですね。ノックアウト方式とはまた違う楽しみがあって好きなんですが。これが終わるといよいよ各国もワールドカップモードに入る。怪我だけはないよう、気をつけてほしいね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。